倍元内閣総理大臣、国葬儀の厳粛かつ安全な実施を求める声明、公表記者会見を始めたいと思います。私は今日進行を務めさせていただきます弁護士の岡島と申します。座って進めさせていただきます。まず出席者の紹介を私の方からさせていただきたいと思いますが、私の右隣、こちらが、この声明の世話人の一人である元陸将補、一般財団法人日本安全保障フォーラム会長の矢野義明先生、よろしくお願いします。私の左隣が、弁護士で、公益財団法人国家基本問題研究所副理事長でいらっしゃる、高池克彦先生、それから一つ右の、もう一方が弁護士で、元釧路地検検事正でいらっしゃる、尾崎幸弘先生。今日の会見は、それぞれご所属がありますが、基本的にはあくまで、個人の立場で、こうして賛同して、集まっております。その前提でお聞きいただければと思います。それではこれからまず最初に、声明文の読み上げをしたいと思います。安倍元内閣総理大臣国葬儀の厳粛かつ安全な実施を求める声明。令和4年7月8日、安倍晋三元内閣総理大臣が参議院議員選挙の遊説中、白昼公然と殺害されるという我が国憲政史上に重大な汚点を残す事件が発生した。この衝撃的事件を受けて、政府が元総理の国葬儀実施を決定したことは、本件のごとき凶悪な犯行を二度と許さないという国民的決意を明らかにする目的を持った主導の判断であり、我々は衷心から政府決定を支持するものである。他方、国葬儀実施に対し、一部野党、弁護士、研究者らが反対の意見を表明し、その中止を求める街頭行動や訴訟提起等を繰り返す事態も見られる。国葬儀実施に際しては、内外の重責を担う多数の参列者が参集することが予想され、その厳粛かつ安全な実施は、国家安全保障の観点から極めて重大な責務を帯びるものとなるところ、上記のごとき一部人士の行動は真に憂慮すべきものである。よって我々は国民各位ならびに政府に対し、元総理国葬儀の意義を明らかにして、その厳粛かつ安全な実施を求めるため、以下のとおり声明する。1、国葬儀実施の正当性。本件犯行は我が国憲政史上重大な汚点となる歴史的矜持である。その犯行動機及び犯行手段は、本来の動機である宗教団体に対する怨恨とはかけ離れた理由で、自作した銃器用凶器により著名政治家を標的とするものであって、動機及び手段の両面において模倣性が高く、際限なくテロ行為が広がる危険をはらむものである。したがって、その予防再発防止は国家安全保障の観点からも、国民生活の安全保持の観点からも極めて重大な国民的関心事であり、政府及び国民が一体となって二度とかかる矜持を許さないという強い決意を鮮明することが求められる。この観点において、元総理の国葬儀を実施することは、突然の非業の死を遂げた個人に対する哀悼の意を表明するという人間として自然な感情発露の表現を通して、本件のごとき事件の再発を断じて許さないという強い国民的決意の表明となるものである。したがって、国葬儀実施を決定した政府の判断は主導であり、すべての国民がこの政府の判断を支持することが望まれる。2、反対意見に根拠のないこと。他方で、国葬儀実施に反対する一部人士の主張は、法的根拠を欠くこと、個人に対し事実上弔意を強制する契機があること、
地方公共団体等において強制と受け取られる動きが見られること等を根拠とするものであるが、これらはいずれも実施の手続きないし方法の問題に帰着するのであって、実施自体を否定する理由にはならない。いかなる個人に対しても弔意の表明を強制することはできないが、上記国葬儀実施の主張性に鑑み、元総理に対し国民的な哀悼の意を表明することを望む内外の圧倒的多数の自然な感情は十分に尊重されなければならない。3、国民各位の理解の重要性。国葬儀実施に際しては、その性格上もまた内外から重責を担う多数の参列者が参集することが予想されるという観点からも、これが厳粛かつ安全に実施されることが極めて重要である。いやしくも一部人士の軽挙によって性質が損なわれたり、悪意を持った勢力によって参加者の安全が脅かされたりするような事態は断じて許されてはならない。そのためには政府において国葬儀の安全な実施に万全を期すことはもちろんのこと、国民各位においてもいささかも一部人士の軽挙妄動に踊らされることのないよう、国葬一時脱事して、まあ、国葬儀実施の意義を真に理解することが求められる。4、提言。よって我々は国家安全保障と国民生活の安全保持に強い関心を持つ法律家及び自衛官の立場において国民各位並びに政府に対し次の通り提言する。1、国民各位におかれては元総理国葬儀の意義を真に理解し、一部人士の軽挙妄動に動ずることなく各位の立場において国葬儀の厳粛かつ安全な実施に協力すること。2、政府においては改めて国葬儀実施の意義を明確にし、国民各層に対し安心感を醸成するとともに、その安全な実施のにいささかの異論もないよう万全を期すこと。令和4年9月15日、賛同者の名前の読み上げは省略いたします。それでは、引き続き、この今回の声明発出に至った経緯について簡単に私の方から説明させていただきます。ご承知の通り、といいますか、今回 の、 その安倍元総理殺害の事件は、いわば歴史に残る非常に重大かつ凶悪な事件というふうに言うことができます。我々も非常に大きな衝撃を受けたところです。まあ、こういう観点からかねて私と矢野義明先生とは懇意にしていた関係もあって、この問題を、国家安全保障上の重大な問題であるというふうに認識して、まあ、我々の私人の立場ではありますが、国家安全保障と国民の安全保持を考える立場からできる限りこの事件の真相に迫るよう調査を行い、この提言をしていくということを考えるべきではないかということを相談いたしまして、現地の調査や各種の聞き取りを進めておりました。まあ、そういう過程で、この国葬儀に対して、反対をするという動きが出てまいりました。まあ、個人の立場で、反対の意見を述べるということは当然あって、良いと思われるわけですが、まあ、それをさまざまな形で、この行動に移し、集団的な行動をするということになってくると、これは違うんではないかという思いを私は強く持ちました。これはあくまで、安倍元総理の、突然の非常に衝撃的な非業の死を、迎えて、それに対して、哀悼の意を表明するということは、いわば安倍元総理の政治姿勢に対する賛否を超えた問題であって、この、機会はこの、ぜひ安全かつ厳粛に実施されるべきものであるかと、
でこれに対して、個人的に、このまあそれは賛成できない、というのならばまだしも集団的な行動として、反対行動をする、ということはこれはどういう意味があるかと考えると、この国葬儀を実施することで、いわば今読み上げたように、このテロ行為、本件のようなテロ行為の再発を二度と許さないという、この国民的決意の表明の場にもなるもので、ある。で、これを集団的に反対 の、この行動をするということは、まさにそのようなこの本件のような事件を二度と許さないという行動そのものに対して、この妨げる意味を持つわけで、全く正当性もなければこの理由もない、国民の立場を一個だにしない行動である、言わざるを得ない。でこのような行動が一部人士の人たちによって、まあ、そこで私は軽挙妄動と書きましたけれども、むしろそれでは済まない、テロ行為の思想といっても過言ではない、行動に及んでいる、ということになってくると、それ自体国家安全保障上の問題に関わるであろうというふうに考えたわけです。まあ、このような認識から、この矢野先生と我々の立場で何か行動を起こすべきではないかということで相談の上、この私の方でこの声明文を起案をし、この賛同をいただいた。で賛同いただくにあたっては、まあ今申し上げたように国家安全保障上の問題という観点があることから、この自衛官、元自衛官とそれから弁護士というこの2つの立場でこの共同行動をするということができないだろうかということを相談をしたところ、これだけそこに名前をが挙がっている方々のご賛同をいただいた、こういう経緯であります。まあ、時間も限られておりましたので、この賛同者の人数は、まあ、そこに挙げられた9名の方ですけれども、名前を必ずしも挙げられていなくても、賛同いただける旨の、意思表明は多くの方からいただいている、という状況です。まあ、そういう中で、今回 の、 意見表明に至ったものです。あと1点だけ補足しておきますが、まあ、この声明では安倍元総理の政治姿勢を離れたところで、あっても国民的な支持があってしかるべきであると、こういう立場で、この声明をしておりますが、もちろんその安倍元総理の政治的業績というのは非常に大きなものがあります。長んずく、クワッド、ですね、を、この、書につけた、自由で開かれたインド太平洋という観点から国際的な連帯枠組みを作り出した功績は、現在の国際的な安全保障の観点から言っても、国民的なこの日本国家の国際的な地位の観点から言っても、その業績は非常に大きなものがあると言うべきであろう。この観点から考えても、国民が立場を超えた連帯をすべきではないかというのが我々の考え方です。そういう意味で、この安倍元総理の死に対して、国連の安全保障理事会を含め、世界中の首脳が深い哀悼の意を表している、ということも、合わせて考えられるべきだろうというふうに考えております。で私からは以上になります。引き続いて、じゃあお一人ずつそれぞれのお考えを、この、述べていただきたいと思います。じゃあまず矢野先生からお願いします。私は元自衛官としてですね、2点申し上げたいと思います。今回、安倍晋三元内閣総理大臣がですね、参議院議員選挙の遊説の最中、
白昼公然と、殺害をされるという一大矜持が生じたわけですけれども、これについてはやはり国としてもですね、要人警護あるいは警備、こういった体制に対する、大きな疑問をですね、国際的に内閣から重大な歴史に残る事件だという認識をしております。したがってですね、この国葬儀を正々とかつ安全に行うということはですね、日本のこの失墜した信頼感とですね、また国際的な威信、こういうものをですね、回復する、どうしても成功させなければならない、重大国事であるというふうに認識をしております。そういう意味ではですね、単に、安全保障を預かる自衛官という立場だけではなくて、一国民としてもですね、ぜひこの国葬儀を正々と、行うということに、ご協力をしたい、サインを示したいということです。二つ目にですね、やはり安全保障とあるいは防衛という観点でですね、安倍元首相の功績が非常に大きいというふうに認識をしております。現在、今ご紹介あったように、クアッドということでですね、単に日米関係だけではなくて、例えばイギリスとは戦闘機の共同開発の話が進んだりですね、またインドとも先般初の2プラス2の会合が行われ、また豪州ともですね、いろんな共同訓練等の安全保障上の連携が各国と進んでおります。でこれはですね、やはり限定的とはいえ集団的自衛権が、平和法制によってですね、認められたということにより、その後の国際情勢の変化というものは日々厳しさを加えているわけですけれども、そのような中でですね、この日本の安全保障、防衛体制、あるいは広く外交、経済、技術、あるいは情報とかですね、こういう多面的な側面も含めてですね、非常に国の安全保障、それから日本の国際的なですね、ステータスといいますか、地位が非常に向上したということがあったわけです。そういう意味で、長年、日本の国のリーダーとしてですね、この日本国を引っ張ってきていただいたんですね。そしてこれだけ国際的な地位を、向上させていただいた講和別所に対してですね、哀悼の念を表するというのは、私も一自衛官として、また一国民として当然の感情ではないかというふうに考えております。たまたまここに、元自衛官4名名前が連ねておりますけれども、同じような思いでいる元自衛官、現職自衛官、また防衛省安全保障関係者の方は多くおられるのではないか、こういうふうに考えております。そういう意味でですね、今回自衛隊もとりあえずその他で協力をいたしますけれども、この重大なですね、国葬儀が粛々と安全に執り行われる、これに全面的に協力をすべきではないか、そういうふうに考えております。以上です。私がこの今回のこの声明に賛成しましたのは、弁護士という指定の立場なんですが、一つはですね、各弁護士会は全部じゃないんですけれども、東京弁護士会もそうですが、国葬儀に反対してるんですね。それで私、公平に見てですね、もちろん安倍さんの政治的な評価については賛否両論あると思うんですが、公平に見て伊藤博文、諏訪総理大臣から今日までの総理大臣、何十人かおられますが、最も国葬にふさわしい総理大臣だというふうに思います。初代伊藤博文、総理大臣もそうかもしれませんけれども、次に挙げてもいいくらいだの功績です。その一つはですね、先ほどから出てきました、賛否両論もあったとしても、公平に見て安倍さんの政治的な成果、それからですね、やはりあの選挙運動中に暗殺された、これは重大なことでありまして、これをその国葬でもって痛まないでどうするのかというふうに思います。私たまたま
アメリカに行っておりまして、7月8日に成田に帰ってきました。でそれで安倍さんの死去を知ったんですが、でそれから事務所に翌日行きましたら、まあ、私、まあ、弁護士でアメリカの友人とか、まあ、世界中と言っておいえば大げさなんですが数名、大変なベリーサッデイというメールがまず来ましたから、その友人がアメリカの弁護士ですが、なんかその彼のまあ親族に何かあったのかなとこういうふうに思ったぐらいです。で次にまた別の友人からこれはもうテラブルニュースを聞いて夫婦は朝目を起こされちゃった、これは非常に恐ろしいことだというようなメールも来ました。そういうくらいに世界中がその安倍さんの、まあ、死を悼んだというか衝撃を持って受け止めたんですね。それが私からまたその7月それから5日も8月7月15日からニューヨークとカナダのモンツローリに行きました。そこでも日本は大変だなというような話が出ました。こういうことに対して国葬をもって日本の国民の意識を表明するということが極めて大事なんですね。ところが今その、まあ、皆さんマスコミですけれども、マスコミとか弁護士会のやってることはですね、その反対するのは構わないんですが、何かその圧力でもってやってるということ、また私はその死者を悼むという日本人の心情はどこ行ったんだろうという、まあ、非常に何て言うか悲しい思いです。そういうことで、ぜひともこの国葬を成功させたいというつもりで賛同しました。以上です。今まで お三方が言った通りなんですが、特にこのテロ犯人の思うつもりに、なりつつあるんじゃないか、私はこれは非常に危険なことだと、テロ犯人はこういうふうに国葬反対というような声が起こり、まあ、さらに統一教会の問題が起こる、こういうことを見て、まあ、しめしめと思ってるんじゃないか、そんな心配があるわけです。ああいう凶悪な犯罪者がああいうしめる、そういう動きにしてはいけない。仮にそういう動きになったら、次にまた同じような犯罪が起こるかもしれない、そういう危惧があります。それともう一つは、先ほど高池先生がおっしゃったように、日本人の感性に反するんじゃないか、昔村八分っていう言葉がありましたが、火事の時とご本人が死んだ時、この時だけはいくら憎まれている人であってもそれなりに、家事を防いだり、お葬式に協力すると、それが日本人の気持ちじゃなかったかなと思います。ところが逆に、なっておると、これは非常に、遺憾です。それとあちこちの弁護士会で国葬反対の議決なんかがなされておりますが、弁護士っていうのもそういう人たちじゃない、安倍さんのこういう不幸を嘆き痛むそういう弁護士もいるんだということを、まあ、知っていただきたい、そういう思いもあります。以上です。はい、それではこれから質疑応答を時間にしたいと思いますが、少しは私耳のが聞こえづらいのでマイクをお使いいただきたいのと、質問の際には所属とお名前をおっしゃっていただければと思います。
般、世話人会のことで、ちょっとすいません、ちょっと聞きづらい。あ、いかがでしょうか。あ、世話人会のことでちょっとお伺いをしたいんですが、本日、この記者会見は、国葬儀実施に関する共同声明世話人会としての記者会見でよろしいかということと、あとこの9名の方の中、世話人の中で、代表世話人とかそういう肩書きの方はいらっしゃいますでしょうか。特に代表という形ではやっておりません。まあ、時間も限られた中で、この、まあ集まって、動いてきた、まあ、私と矢野先生が中心になって、準備を進めたという関係があるだけで、でしたがってその2人とあと、まあ、ここに揃っている人たちを世話人会というふうに呼んでこうしてやっている、これぐらいの理解でやっている。まあ、ね、人数がそんな多くないですからね、100人とか200人だったら、まあ、代表決めるんですけど、はい、マスクされるとですね、ちょっと私非常に聞きづらいので質問の際にマスクを少しずらしていただければ。朝日新聞の北野さんの質問の際はマスクを外させていただきます。国葬儀 の正当性や意義についてお話しいただきましたけれども、その報道各社、私どもの報道各社の世論調査では国葬儀に反対あるいは評価できないという声が各社との多数になっています。でこのことについてどうお考えになるか、それから、国葬儀 の正当性や意義について説明ルル述べておられますが、ちょっと意地悪な言い方をするとこういう意義を述べなければいけないという状況についてどうお考えになるか、つまり国葬儀はもう当然だということで、もう説明の必要もないような国民的、合意が得られていればこういう記者会見の声明も必要ないと思うんですけども、こういう記者会見や声明が必要な事態について、どのようにお考えになるか、お考えできればと思います。まず1点目のご質問ですが、まあ、各種世論調査について我々別な分析をしているわけではありませんが、まあ、そういう世論調査が出されているということは側聞はしておりますが、まあ、その内容について果たしてどれだけ根拠があるんだろうか、あるいはこの正当性があるんだろうか、世論調査自体のですね、といったこともやはり分析しなければいけないだろうというふうに思っております。つまり、この国葬儀そのものの意義を、この正しく理解が進んでいるかどうかという問題であろうというふうに思います。でそこで第2点目の問題、ご質問に移るわけですけれども、この問題を考えていくと、この岸田総理が国葬儀を実施する理由として、まあ、4点ほどを挙げていたかと思います。でそのうちの一つとして、まあ、この国民的なこの決意表明というような趣旨のことも、おっしゃっていたと、まあ、私は記憶ですけれども記憶しておりますけれども、我々の観点からすると特に4番目の問題というのは非常に大きい問題があるだろうというふうに考えております。つまり、まあ、この声明で述べたように、この国葬儀を厳粛に実施することがこのような事件を二度と許さないという強い決意表明の場にもなりうる、そのような意味で国葬儀の
意義は極めて高い、ということについての政府の説明は残念ながら十分ではないというふうに私は考えております。でそういう意味で、この提言の中の、第2点目で、政府がこの国葬儀の意義について、この明確にし、各党に対し安心感を醸成するというふうに書きましたのは、そのような意味で、書いた、というふうにご理解いただければと思います。その一つ補足しますね。その確かにね、おっしゃる通り、まあ、本来ならば別に声明なんかなくてですね、国民が、まあ、大体普通の国民が、まあ、そのままあの厳粛に、粛々とあの国葬に行われるのが望ましいんですが、まあ、私の別にあの分析した結果ではないんですが、最初国葬が決定した時にはそんな反対多くなかったように思うんです。むしろその、ま、あのその犯人がですね、犯人を、まあ、殉教者数に祭り上げてですね、それを、まあまあ、あの清掃にしてですね、あの反対運動が、まあ、一部の弁護士やマスコミを中心として野党ですけれども、やることによって反対が増えてきたというふうに私は印象を持っているんですよ。でそれが、まあ、あのそれは安倍さんの政治的な評価の批判、やったことの批判ということとは別に極めて遺憾なことだろうというふうに思っています。ですからこれで我々は声明を出した。本来出す必要ないし、確かにおっしゃるとおり、まあ、そういうふうに思っています。私からちょっと申し上げたいのはですね、そのテロには屈してはならないということなんですね。で、この安倍元首相に対するその白昼公然とした殺害事件というのは、まあ、テロと言っていいというふうに思うんですが、こういった非法なテロ行為に対してですね、以前にも中東でテロリストグループが日本人を拉致してですね、で身の代金を要求したというようなこともありました。でこれは国際的な一般常識ですけれども、テロに対してはいかなる場合にも代償を与えてはいけない、屈してはならないということがあってですね、それはもし屈するとまた同じようなテロが続発をすると、かえって国民一般の危険を高めてしまう、あるいは国としてのその信頼を失ってしまうということになるわけです。で今回の場合もですね、もし国葬をやらないと、あるいは混乱を招くようなことになったらどうなるかということを考えますと、その形を変えてですね、国際社会において日本はテロに屈したということを形をもって示してしまうということになるわけですね。そうすると結局は日本国民自身の、まあ、国内外におけるいろんな活動においてですね、危険が増したり、あるいはいろんな意味で国としての信頼感を失うということにもなりかねないわけで、そういう意味ではですね、やはり手数的に、まあ、瑕疵があるというなら別ですけれども、きちっと法規に基づいて決められた国家的な意思決定であればですね、国民に招くわけですから、正々と行うということがですね、まあ、筋である。でこれを、まあ、一部の多くの方が、まあ、反対されているというのは確かに、まあ、そういうことは私も認めますけれども、だからといってこの国葬をやめるとか、あるいはその他いろんな意味で妥協が図るということはですね、決していい結果は生まないということをですね、まあ、安全保障、テロの立ち、テロを防止すると、国民を守るという立場ではですね、まあ、一言申し上げたいというふうに思います。国葬に反対の方の中にはですね、その、まあ、こういった葬儀そのものに反対している人もいるかもしれませんが、国葬という形式に反対して、その内閣自民党合同葬とか国民葬ならいいんじゃないかという意見もあるかもしれないわけですね。でその場合のこれも今回 の声明で先生方が示されたような意義は、国葬でないと保てないのが、その内閣自民党葬や国民葬という形では損なわれてしまうのか、そのあたりはいかがでしょうか。いや損なわれてしまいます。そうなんですか。いやだからおっしゃる意見ももちろん分かりますけど、それへりくつです。だって史上最長 の期間を総大臣された方がテロで殺されたんです。これは最高の形式でやるべきです。で最高の最初申し上げたように、ね、歴代総大臣の中で最も、まあ、こういう
非業な死を遂げられたことは痛ましいんですが、最も国葬にふさわしい総理大臣は安倍さんです。まあ、そういう趣旨です。あと、もう一点私から補足するとすれば、まあ、先ほど の矢野先生のお話ともつながることですけれども、テロに屈しないという意思を国家として示すという点に非常に大きな意義があるだろうと思っています。でしたがって、この討議は国家としての強い決意表明でなければならない、そのことに国民が賛同するという形が最も望ましいであるというふうに考えます。他にご質問はありませんか。朝日新聞の渡辺と申します。この、声明を発案されようと思ったのはいつの時点なのか、今月に入ってなのか、先月からなのかということと、今後この賛同者というのは、増やしていったり、賛同者をですね増やしていったりするような活動を起こされていったりするような予定があるか、2点お伺いしました。はい、すみません、1点目もう1回読む。この声明のですね、発案されたのがいつの時点から考え始められたのかという点であります。はい、まず1点目についてはちょっと正確な記憶はございませんが、それほど前ではない、8月から9月初め、8月末から9月初めの頃という程度のお答えでよろしいでしょうか。大丈夫です。それは岡島先生の方からのお呼びかけ。そうですね、私の方で文案を作って、まあ、矢野先生に意見を求めた、こういう経緯で、2点目についてはもちろんその賛同者を増やしていくということは十分考えられるところではありますけれども、我々の考え方としてはこの声明をぜひ多くの方に知っていただきたいということが第一です。すなわち、まずは政府に、きちっと伝えたいし、それから各政党、まあ、反対されている政党もありますけれども、まあ、それを含めて、お伝えしていきたい、こういう国葬儀の意義を、この反対の方には改めて考えていただきたいし、賛成の党にはこの声明を活用して、ぜひ意義を訴えていただきたい、まあ、こういうふうに考えています。したがってその賛同者を増やす活動をこれからするかどうかということについては具体的な計画があるわけではありません。このなんか政治運動としてね、この反対運動があるからこちらも同じ対抗で勢力を広げてそこでなんとかっていう問題じゃないですよね。粛々とやっぱり国葬を葬儀ですから、それをやりたいという気持ちを伝えたい、こういうだけです。具体的にこの声明をどこか機関にですね提出されたりとか、おかげの方に持っていったりとか、そういうのも特にするわけではなくて、基本的にここで発表して、理解をこうメディアやいろんな発信の形で、求めていくという形です。ありがとうございます。はい、他に質問ございませんか。では質問がなければ記者会見はこれで終了といたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。